なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は輝けジュニアアスリート、福井県で行われる国体に向けて練習に励む高校生を紹介します。助手は平川さんです。レスリング、スピードを生かした技の攻防です。この日開かれたのは国体レスリング競技に県代表として出場する選手を決める選考会。この中には多くの高校生も参加しています。次に繋がる戦い方しないと、しっかり頑張って。県立沖道前高校3年の中村雄二選手、今年春全国高校選抜大会個人60キロ級で優勝、国体でもその活躍が期待されています。体力面を強化して日本一をもう一回取れたらなと思ってます。世界大会とかオリンピックで勝てるように頑張ってます。国体での優勝期待していますよ。こちらは県立島根中央高校です。こちらのカヌー部も国体へ向け猛練習中です。レディーセット、ゴー。掴んでカヌーに並走して走る自転車。指導しているのは去年から島根中央高校の特別体育専任教員となった堀田育子教諭です。ちゃんとしっかり掴んでいくっていうことを1、2年生はちゃんとやる。わかる。今日ちょっとワクタにも言ったけど、堀田さんは旧大地高校出身、在学中にカヌーの県代表として琵琶湖国体、国引国体で優勝し、世界選手権でも活躍、日本代表コーチも務めました。すごい信頼できるっていうか信用できる先生だと。こうやって前出らんか、自分がここ押さえとって、こう押さえとってガーッて、こうしても自分前出らんか。とても厳しく指導してもらっています。速くなるためにとても役立たせてもらっていると思います。島根県の代表としてみんなの誇れるような結果を出して悔いの残らぬようレースをしていきたいと思います。ガーッてこうやって上げるんやねんか。こうやって勝つことを知らない子たちですし、厳しい成績で来てる学校なので、表彰台の一番高いところに上げてやりたいという思いでカヌーを指導しています。頑張る。島根県では全国大会に出場する19の高校、21の競技の部活動について、その県外での遠征費を支援するほか、カヌーやホッケーなど6つの競技については堀田先生のようにそれを専門的に指導できる方を配置をして、ジュニアアスリートの競技力向上を図っています。もっとなるほど島メガネ。今年の国民体育大会は9月から10月に福井県で開かれます。県や中国地区の予選会を勝ち抜いたたくさんの島根県の選手が出場します。皆さん応援してくださいね。頑張れ島根。次回は島根の自然満喫プロジェクトです。本日はここまで。それではまた来週。